ステーケーションとして、自宅のプールなどでリラックスステーケーションは、個人や家族が休暇を、自宅や近場で過ごす、行為、概念またその期間である。滞在を意味する、ステーと、休暇を意味する、バケーションを組み合わせた造語。休暇を旅行に行って、過ごすのではなく、自宅や近場で過ごすという意味。イギリスでは、特に外国旅行ではなく国内旅行が増加した、傾向について、 この方が使用されていることが多い。この言葉ができた背景は、エイシュガーディアンによれば、ブレグジットが発表された直後に、ポンドの価値が暴落したことをきっかけに、海外をはじめ、長距離の旅行を控える代わりに、休暇では、家の近くで贅沢を決め込むイギリス人が激増したことがきっかけである。すなわち、バケーションではなく、ステーケーションである。 ステーケーションに力を入れる沖縄のリゾートホテル新型コロナウイルス感染症の流行に伴い都市封鎖や長距離移動が制限されたこともあり居住地域内のホテルに滞在して過ごすステーケーションが諸外国で注目され利用者が増加した日本でも前述のような暗禁炭の旅行をマイクロツーリズムと呼ぶようになり都市部在住の住民を対象に普段宿泊する 機械が少ない在地の高級ホテルに宿泊するステーケーションが提案された。折からの GoTo トラベルキャンペーンや東京都であれば都民割のような観光復興支援事業が後押しする形となった。さらに都市部近郊の貸別荘やグランピング場なども Wi-Fi などの通信設備を整えステーケーションに参入するようになった。また日本では 余暇ではなく仕事目的の滞在を主体とするステイワークなどへも広がりを見せている。ビジネスホテルによる宿泊を伴わない日中利用のデイユースや連泊、長期間ステイで部屋にこもりリモートワークをするサブスクリプションプランを提供するなど在地ホテルがステイワークでビジネス需要に応えるようになった。 休暇を金旅先で仕事もこなすワーケーションが長距離の移動を伴うため感染リスクを気にする人からは寄付されたことや勤務先から遠方へ行くことが認められない事例が背景にある。例えば JR 東日本では系列で駅に隣接するホテルメッツの立地を活かしたステーションワークとして帝国ホテルではホテルリビングとして週月単位での滞在を進める。 短期賃貸マンションに乗り出している。ステーケーションは、ウェブスター時点メリアムウェブスター大学時点2009年版に再録されている。イギリスでは、ホリステー、デーケーションなどとも呼ばれる。韓国では、中国では、10宿と訳して用いている。また、英語では似た概念に比較的自宅近くで休暇を過ごすという、ニアケーションという語もあり、 ステーケーションと同義で使われることも多い。ありがとうございます。